皆さん、こんにちは。えー、ただいまに日照武器2級のガイダンス講義を開始させていただきます。えー、担当はレック専任講師の富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい。ということでね、あのー、今日はですね、日照武器2級のまあ総合ガイダンスということで、まあ、日照武器の2級っていうものを勉強していただくとね、どんなメリットがあって、 まあどういうことを得ていただくどういう知識を得ていただくことができるのということをですね、まあ、簡単に30分程度お時間を頂戴いたしましてね、えー、私の方からお話をさせていただくというところになります、まあ、あのー、この後講座設定等についても少しお話はさせていただこうと思っているんですがあのー、私どもレックの場合ですね基本的にあの簿記の講座321まあ一部あの通学のクラス えー、学校の方に来ていただいて決まった日時で勉強をしていただくという通学のクラスというのも設定はあるんですけども本当にごく一部でございまして、あのー、基本的には私どもレックのですね簿記の授業というのはウェブ。 ね、ご自宅等でですねパソコンを通じて皆さん方に勉強していただくウェブ講座というのを主体に設定をさせていただいて講義を展開しておりますでこのウェブを主体にさせていただいている理由というのはまあいろいろあるはあるんですけどやっぱ最大の理由はですね学費の低減、ね、になるんです、ね、まあやっぱりねなかなかウェブですなわちパソコン等で自分で講義を受けていくっていうスタイルは あ勉強自体が継続しにくいっていうデメリットがあるこれは事実です、ね、そこはもう僕は否定しませんあの現実にもう通学であればねもう毎日毎日じゃないけどね毎週この日とこの日だいたい週2回ぐらい授業を設定あるんですけど月曜日と木曜日の夜7時にこの校舎のこの教室に来てくださいいうことでねもう半ば強制的にねえー、その時間にはもう学校行かなきゃいけないと授業動いちゃうからと、まあ、いうのがあってね 強制的にある意味勉強するっていうことができるんでそれは通学のね一つの大きなメリットすなわち学習のプランニングが立てやすいというのは一つの大きなメリットであることは間違いない。でただ、まあ、社会人さん、まあ、さらには学生さんでもですね、えー、日々常に決まった日時月曜木曜があ必ず学校に行けるかって言ったらそうではない人もいっぱいいるわけですよ。で特にお勤めの方々でいらっしゃれば まあ自分は月目には早く帰って学校行くつもりであったとしてもチームで仕事をしたりなんだりっていうことがあればですね自分の仕事が終わってたって仲間の仕事が終わらないから帰るわけにはいかない手伝ってあげなきゃいけないっていうのもあったりするだろうからまあそうすると一回授業が飛ぶことによってやっぱり学習計画ってもうそこで崩れてしまうんでまあ確実に目標となる検定試験決めたらばそちらに向けて負担のない形で勉強を進めていただけるっていうのはウェブの最大の利点であるのと あとは何よりもね教室を用いて講師がそこに行って授業をするっていうのはまあ工藤だけどタイムテーブル試験までのタイムテーブルっていうのを組みやすいという利点はあるんだけどこれは当然のことな固定費かかるんですよそうでしょ教室を用意して電気を使って電気代かかって人件費もかかってた話ですから、まあ、そうなるとやっぱ固定費がかかってしまうのでその分学費っていうのは高くなってしまうで高くなってしまうんだけどもおウェブであれば まあ皆さん方のご都合のいい段階で一時点でですね皆さん方のご都合のいい環境で勉強していただければいいわけですからライブの教室を取っておく必要はないわけですからねまあそこだけでも固定費っていうのは莫大に安くなりますよ特に東京都心で教室を一つ囲いましょうと言った時に普通に考えてください教室ですから。で、えー、普通のそうだな独身男性とか、まあ、独身女性でもいいですけど独身の方がお住まいになるようなちょっと広めのマンションでは教室としては不足です。 そうでしょまあファミリー層が住むぐらいのマンション一室ぐらいのイメージがないとダメでしょでそうすると都心部でねえ、まあ、マンションとはまた当然設備も違いますから何とも言えないですけどもねえそこそこ床平米のあるようなマンションを借りたら月月額家賃30万なの35万40万東京ぐらいかざらにいっちゃいますそんなの。ねに ご通学いただく方々に当然負担をしていただくということがなら学費は高くなりに決まってる、ね、でそれをウェブにすることによって固定費が大幅にカットできますからあーまずその分だけ学費がお安くなるただ安かろう悪かろろうう悪では意味がもともと私どもレックというのは司法試験の学校から始まった学校です、まあ、法学がメインの学校なんですけども会計分野にもね でまあ昔はやはりね通学というものが絶対的にいいという方々が多かったんですけども、まあ、今ねだんだんだん若年層の方々っていうのは予備校であったりとか、ね、大学受験のための予備校なんかでも普通にウェブの授業っていうのをお使いになっている方がいっぱいいらっしゃるんであんまり抵抗がないとでなおかつ忙しい方々も多くなってると、まあ、いうような状況を勘案してだったらばね より少ない学費でより多くの情報をご提供できるような講座を展開できないかということで私どもはウェブメインでしています。で今の話じゃないですけども安かろう悪かろうでは意味がないので私どもレックの2級の講座というのはですね一つ大きな特性がありましてまあこれちょっとパンフレットの方でねお話をさせていただこうと思うんですがこのパンフレットまだご覧いただいたことないよという方はレックのホームページどうから お申し込みいただければですねすぐにお届けはさせていただきますし、えー、さらにはあ送られるとちょっと嫌だなっていう方はですね、えーまあ、ちょっと限られてしまいますけども各地に私どもの校舎ございますこれもホームページで確認していただけますがあちょっとお仕事の代わりとか、ねえー、お近くお寄りの際にですね校舎の方にお寄りいただければもう誰でも入れますから受付のところでですねあの書籍なんかをバーッとどこの校舎でも。 展示してますんで、まあ、そちらに行っていただくとパンフレットいっぱい置いてますからねまあ分からねえようだったらあのうちのスタッフにですねパンフレット一部状態よいうふうに押しちゃっていただければあもういくらでもいくらでもちょってったでこんなに2冊も3冊もいらないとは思うんですけどあのー、お渡しすることはできますんでちょっと一回ねご一読いただけるとありがたいなとは思うんですが私どもレックの2級の講座に関してはあパンフレット12ページ以降に 大まかな授業の流れがあってまず一番最初に受けていただくインプットの授業これ完全マスター講座っていうんですがまずこの完全マスターい2級の学習範囲に属するものを講義形式で皆さんに身につけていただくんですけどこれにね2本授業を設定しました。2本。ね。2本授業を設定したってまず基本となるのがこれしっかり講義。 でしっかり講義ってのは一番最初に受けていただく前提の授業で3時間授業25回ちょっと多いでしょでもね2級って今もう量が膨大に増えてますからこれぐらいの授業開催必要ですで3時間講義を全25回でまずインプットしていただくで基本的にはこのしっかり講義でまず土台となる知識を身につけていただいたらその後に本試験対策の直前講義 総まとめの講座一旦まとめの授業をやってそして合格通れ公開模試という形でまあこれ私どもが作成します予想問題です実践形式の予想問題を実践形式で解いていただくことによって問題対応力を高めていただいて本試験を受けていただくんですけどもまあご承知の方もおいでになると思うんですがあ今2級の検定試験非常に難化してますまあ単的に言うと難しいでね この難しさっていうのは正直言って私もまあ長いって言ったってこの商売始めて20年弱なりますけどねこんなドラスティックなな変更は今まで見たことないで多分私の知る限りですけど他の試験手いろんな資料の資格ってあるじゃないですか。 まあ、ちなみに僕はね普段あの税理試験の授業をメインでやってるんですね。で税理試験の授業と1級の授業をメインでやってるんですけども、まあ、この後お話しするんですけど2級も一部だけ今回担当させていただいてます。で他の試験手考えでもねこんなに試験制度変わったところってないですよ。まあ、公認会計士なんかも数年前にね大抜本改正に近いような制度変更入りましたけどもその日じゃないです。 もう出題形式等々の話からすれば2級ほど変わってんのないいですねそれぐらいもう変わっただからあの昔から日照簿記ってのはポピュラーな資格なんでね10年15年前ぐらいまでに日照簿記2級を持った人、まあ、僕らの世代ですよ。で僕らの年代の人間が、まあ、周りにいらっしゃったりするとね「二級なんて簡単だよあんな学校なんか行かなくたってもう本屋行って本買ってきて読めやできるよ」って言うのよ。言うの。で皆さんも言われたことない 言われたことあるでしょ、ね、えあーそんなわざわざ2級ぐらいでさ予備校なんか行くのいらないよ言うと思います。でそれはね僕らの時代僕らの時代は実際問題書店さん行ってねわざわざ予備校なんか行かなくったって書店さん行って、まあ、本買ってきて問題の解き方みたいな本買ってきてで過去問買ってきて何回かそれやってると受かったんですよ。なぜかかいいうと問題がいつも一緒だからえ もう過去問のやぎま,、ね、ましやぎましやぎましですからそうね56回分過去問やっとくとどれか出る、ね、まあ組み合わせが変わったりはするんだけどもほぼ同じ形の問題が出るのそうすると、まあ、極端な言い方すればですよそんなに内容が分かんなくったってだいたい解くかと分かってれば受かっちゃうそれが昔の試験なので10年ぐらい前までは確実そうです2級はあ時にはまあ難しい時もあったけどまあ体制としてね ほぼそれで受かってたのだから昔の2級受かった人は簡単だっちゃうんです簡単ですよだって同じ問題なんだからそれはね自慢じゃないですけど僕がそうだったんだからあのこれは経験者として言えますねで2級ぐらいまでだったら本当に書店なんか行かなくても大丈夫でしたで大体いいね32級の段階から資格予備校を使うって方はしっかり内容を理解したいとかいうのとあとはまあ僕もどっちかというとその口だったんですけど上もう上受けるために初めから3級いく 例えば1級の受験が座をしょぼしたいとか税理士になりたいとか公認会計士になりたいとかあーそういう人たちはじゃあもう初めからスクール行くんですねまあ当然32級の土台ですから土台が形、ね、上辺だけの勉強だと当然上ね応用度が高くなる上の論点に対応できなくなっちゃうんでそれじゃ困るんでじゃあ最初からちゃんとスクール使いましょうという形になったんだけど大体スクール使う人その2種類でしたね。上に行きたいかからやるかですか あまたは内容をしっかり理解したいからやるかどっちかでも結構世の中の多数の人たちは別に2級だけ取ってこいって言われたんでやりますと就職活動でリリースショー行きたいんでやりますとそういう人が多かったんで昔はそういう人たちは書店行っても本買ってくれはできましたそういう時代があった実際でも今の2級は全然違うもう皆さん方合格率なんかご承知の方もいらっしゃると思うんですけど 15%15% 15とか立て続けになったりする15%ですよ まあ世の中資格人気のある資格って何ぼでもありますが15%程度しか受かんない資格って結構難関の類です。ね、でましてや昔の2級ってのは35%から40%受かってましたからずっとえそれが昔の試験で40%近くの合格率が年間平均でずっと出てたものが今も15%ですからでしょ半分以下ですよでそれだけやっぱ難しくなってるっていうのは内容が本質的になってるんですねすなわち上っ面だけで やり方を覚えるとかとにかく暗記で問題解こうとすると解けないように問題を作ってきてるんですそれはまあやっぱり一定の反省があったんだと思います昔はとにかく問題の解き方を覚えれば受かっちゃったでもその人たちが現場配属されていや「僕2級持ってんです」言ってきた人が「ね、えああじゃあ2級持ってんだったら経理部行かしてみよう」配属したところ「点で分かんねえと」とねそりゃそ,そうですよねだって内容なんか理解してないんだから。 でそそももまだ一から教えなきゃいけないんで失敗したなっていうのがねやっぱ世の中実際あったんです実務の現場でそれじゃ困るでしょうとね指示指導を受けながら仕事をこなすまあそれはどこだって必要だけども指指示指導を受けるたための土台がができてない人がいい人っっぱい出ちゃっただからあんまりにもそれが多いんでちょっとそこはちゃんとね対応できるようにしましょうよって言ってここ数年日商さんが制度改正をして試験制度改正をしてまあ本格的に 2級で真に必要となるような理解を身につけた方を受からせようというように問題を変えてきてるんです。だから上っ面だけの解き方とかを覚えてる人は受からせないんですよ。端的に言うと。だから率下がってるんです。で逆に言うとあの十五ぐらいまで合格率下がってるっていうのは言い方変えれば昔からねちゃんと勉強をやってる人は受かってる。それがあ今の試験においても受かってる層を形成してるんです。 な昔も今は基本的には変わらないんです。ちゃんと受験勉強をやって、二級合格のために必要な方々、不十分知識をちゃんと身につけた方であれば合格できるよ。それが逆に言うと十五パーぐらいなんですよね。昔から,か,からその人たちだけしか受からなくなってる。言い方変えるとマグレ受かりみたいなのはほとんどないってことです。ね、でそういう形に今変わってきてるんで、まあ問題自体が少し難化しているというのは事実としてあります。だそうすると一回試験に受けたけど。 実際にこれあるんですけどねやたら本試験が難しかったとしっかり勉強はやってきたんだけどやたら難しかったとで残念ながら不合格になっちゃいました言った時にこれまで多くの予備校っていうのはじゃあ次はもう一回2級の授業を一番最初から受けてくださいそのための学費は別にかかりますうちもそうでしたうちもそれでやってたでもえそこはウェブの授業をメインに据えた私どもレックの強みを発揮するべきだろうと。 いうことで、まあ、去年ぐらいからこれ始めたんですけど私どもは固定がかかりませんので1回お申し込みいただいて1回本試験まで受けていただいたで残念ながら不合格になっちゃったじゃあもう1回学費払って受けてくださいそれは酷だろうというところがあるんで次のクール次の試験に向けてのクールはもうそのまま受けていただいて結構。そうなった時に 全く同じ授業を受けるってのもいかがなものかというのがあるんでドンインプットの授業としてざっくり編っていうのを作りましたざっくり編を担当してんのが何を隠そうこの僕でございます、えー、この僕がですねざっくり編担当してますざっくり編っていうのは、まあ、しっかり編を1回勉強してある程度点数を取れる状況まで持ってった人に全く同じ話をしてもしょうがないのでい、えー、まあ基礎論点の確認は当然やります やりますが、まあ、例えば実践的な問題の解答要領であったりとかね難易度の高い論点についてのご解説だったりとかそういった部分にスポット当てる形で問題対応しましょうよっていうのがざっくり編。だからどっちかっていうとインプットの再確認も当然しますしますが問題対応の仕方実践的な問題対応の仕方なんかを問題書を通じてやっていこうこんなところに重きを置いたりしてるのがざっくり編のポイントなんですね。だからあの別にこれ 1>, 1回試験受,かって受けてから不合格だった人しか受けられないってことはないんで現実に今2級の勉強をしていただいてる方々ある程度順調にしっかり編の講義を進めることができたらばじゃあ直前の講義まで少し時間があるんで応用度の高い話を聞いとこうどっちも受けるこういう方もいらっしゃいますよ。ね、学支援旺盛な方はそういういいいに使っててたただいたりもしてるでどっちも受けていただくことも全然できるし。 ね、これは次の試験までできますからまあ皆さん方あそういう形で勉強をやってっていただくと結局ねもしもの時の保険じゃないけども一回残念な結果になったからじゃあ翌年はもう一回医からお金払ってやってくださいということにはしていませんそれはウェブだからできることだと思います固定義がかからないんでね,ねそこまで皆さん方に、まあ、ご提供させていただこうというのが あこの講座の構成のコンセプトになっていますんでまあそういったところも細かい話はね、えー、またあご要望があればあお電話等頂くなりなんなりしていただければうちのスタッフの方からお話はさせていただきますけども、まあ、そういった形でね講座設定というのがされてますよというところでございます、まあ、ちなみにねあのざっくり編は僕なんですけどおもう一つの基礎講義といえるしっかり編は影山先生 というねあのちょっとシュッとしたスポーツマンです影山先生公認会計士の先生になりますけどね、えー、しっかり編は公認会計士の先生ね公認会計士講座の先生がご担当でまあ、あのざっくり編は私の方で税理士講座の担当なんですけどもおこれで担当させていただきますまあ、皆さん方2級終わった後にね、えー、上に進んでいただいても最初のところではどっちでも行きやすいようにということで今回私と影山先生と2人で担当させていただいているというとことです まあ別に上やれとは言わないけどね、まあ、公認会計士にしたって税理士にしたって難関ですから、まあ、やっていただくにはそれなりのねやっぱり覚悟は必要になるから、あのー、それはそれでちゃんと考えていただいて、まあ、来てくれれば僕は非常に嬉しいんですけどもおそういったね税理士会計士であったり、まあ、さらには日商の場合には1級という最上位級がありますから。ね 一挙の方は僕も担当してますんでね、商業牧会計画ってやつを。まあそちらの方に来ていただくときもつながりが良くなるようにということで、まあ私と影山先生で二級の授業を今回担当させていただいてるというところになりますんで、まあこんな講座設定でね、授業自体は進めさせていただきますから、まあそうですね、少しご検討の際にはそういった学級の部分であったりとか、 ね、受講プランニングの部分であったりとか、まあ、そういったところを一つね参考にしていただいてお決めいただければと思います。で今日のガイダンスの一応タイトルとしては「企業が求める資格」という形になっててね何話そうかなって僕もずっと思ってて、まあ、さっきの話じゃないけども昔の簿記検定っていうのは特に2級まだ顕著だったんだけどねあの本当に内容がよく分かんなくてもですね問題の時から分かっちゃえばある程度受かっちゃうという時代が続いてたんで。 まあその2級持ってますよっていう方を採用した後、まあ結局1からも教えなきゃダメでしょうとおいうことがまあまあったんでそれではやっぱり採用する側も困るわけです。ね。だからある程度ちゃんと実践に対応できるだけの基礎能力をちゃんと身につけてるかどうかを認定するように変えましょうよという形に変わってきたんですね。まあ、こんなら僕が言うまでもなくお分かりでしょうけど西尾さんっていうのは日本商工会議所っていうのは経営者団体ですからそうでしょ 会社の経営者の集まりですからで会社のの経営者の方々が経理マンとしてこういう素養を持っている方々に来てほしいでそれを認定するための資格というのは歴史と伝統もありますがこの日商簿記検定というのはもともとそういう経営者団体が実施する資格なんで日商簿記検定があ求める能力とはすなわち経経営者が経理マンにに求める能力なならないでそれをねしっかり身につけているかどうかこれを認定しようというのが2級等の試験であって。 近年は特に2級にその健康が色濃く出てくるようになっているというところになるから当然僕らもそのことは理解しておりますんで上っ面の授業ではなくてねえ個々の論点について2級受験上必要な知識というものをしっかり皆さんに身につけていただけるようにお話をさせていただくというつもりでやってはいます。でねこの2級というものがじゃあ企業が求める資格として謳われるのかっていうとまあこれはうえられますね。 あの今ね僕の受講生さんもそうなんです税理士の受講生さんも特にそうなんだけど税理士士会計士全般多いかなあのほら世の中今何でもかんでも AIAI AI っていうのがあってね一時期新聞なんかでも騒がれたのが AI が進化すれば便利資産っていう業務はいらなくなるとかねそんなこと言われましてねで便利士協会のお偉い先生方が「ふざけんじゃないよ」と「そんなことあるか」とおいうふうに、まあ、抗議されたりしていました。で あのー、それは経理にも言えることだよ言われますでね僕は個人的にですけど、あのー、AI とか全然分かんないんですよ僕原始人なんで、あのー、どうでもいいですけど僕ねスマホまあ若い方はもうスマホがあったら当たり前だから何とも思わないかったないけどねあのスマホと呼ばれる機種が出始めの頃一番最初僕持ったんですよだから僕がスマホ持ってるとねみんなおすごいそれ あなんだっけソニーエリクソンってやつのやつですけど、まあ、それすらよく分かんないっていうね、ん、僕はいらなかったんですよいらなかったんですけどうちの大親分の先生がねそういうの好きなんであの一斉に変えられちゃったのであのスマホ一番最初から僕持ってるんですよ相当新しかったですよ自慢じゃないけどで自慢じゃないけどねあの相当新しかったで新しかったんだけどまずねあのこんな人間ですからあのメールが受けられない設定が分かんないんで。 で、どこも行ってやってもらって、で、次ね、あの、電話の書き方がよくわかんないんで、どこも行ってやってもらってですね、結局のとこ、どこも行かないと何もできないから嫌になっちゃったんですけど、まあでも,も、会社ちゃったからしょうがないから、やってきゃなれるもんでね、まあ、うまくできててね、すごくいろんなことができる。今もうそれなりにできますよ、僕。今はね。今はね。でもね、僕、あんまりああいうの好きじゃないんですよ、あの、パソコンとか。好きな人は好きじゃない。うちもいますけど、パソコンマニアみたいなのもいますけど、なんだっけ、あの、なんだっけあれ。 <laughs> あのこんんなですもんあのあ iPhone, iPhone がさ最近だいぶ下火になってきたけど一時期ね新しい機種が出るたんびに何だっけあ,のあるじゃないお店のところに並んでますとかって言ってニュースとかで、ね、流れてさ意味がわかんねえもんね。なんでそんなもん次から次に買わなきゃいけねえんだっていうね、まあ、そんな人間なんですよ。でも好きな人は好きじゃないですか。 ね、で僕はもうそんな人間なんでほとんど iPhone なんか使えなかったけど、まあ、使えないといとか今でも使えないですけど iPhone はあのー、でも好きな人は好きでしょで今さ僕みたいな人間ですねやっぱりスマホって意外と生活に浸透してそれなりには使えるようになってきてるであのー、スマホ一つ取ったってそうだけどまあよくできてるわね人が使いやすいように。でどん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 そういうのは進化してるからまあ AI と呼ばれるもの人工知能なんか発達すればね 経理は人がいらなくなくるで僕はねですかこんな人間ではありますけどその説っていうのは8割ぐらい合ってると思ってる。8割ぐらいは合ってると思っててまあいらなくなると思いますよ。じゃあボギーに行けなんかやることねえじゃん言われるかもしんないよね。言われるかもしんないけどそれも半分合ってる。半分合ってないけど。ね。どっちなんだ話だけどね。あの端的に言うとね。 経経理部経理部会員みたいな人まあ要はあ日々の伝票入力であったりとかねえ、えー、ソフトにどん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 伝票等を打ち込んだりそのチェックをやったりで試産表を作ったり、まあ、それぐらいのねいわゆる一般経理会員みたいいいななななな人のの仕事っていううはなくくなるるとと思まますすななか、うんと減りますで今現在もう皆さんのお勤めの会社もそういうところあるかもしれないけど大手の企業さんって一般経理会員の仕事ってそもそも正規社員じゃなくて派遣だったりする場合が多いですよ。 で,しょでね経理っていうのは、まあ、皆さん方よくご承知の通りね当たり前だけど企業である以上納税義務がありますから納税のための基礎データを把握しないと商売やっちゃいけないんですこれは日本でも。日本だけじゃないですよ先進国どこだってそうです。 ですかどこの国に行ったって納税義務はあります中国ですらあんだからっていうと怒られちゃいますけども、ね、資本主義国家を標榜してない中国だって納税義務はあるんですとなると当然ですけどお金の動きを管理する当たり前のことでそれができなければ商売しちゃいけないんです根本的にでしたがって商売人である以上基調の義務これはあるんですだから経理という業務がなくなることは絶対ないないけども同時に経理というのはお金を生まないんですそうでしょ お金を生むのは営業の方々であったり研究職の方々が一生懸命商品作り製品作りをしそれを営業職の方々が暑い中寒い中お客さんのところを下げたくもない頭を下げながら商品を売ってきてくれるだからお金が生まれるんです経理の人たちってのはお金を生みません生みませんがなくてはならない組織だしで皆さんご承知の通り欧米企業においては経理の責任者 これを最高財務責任者っつって、いわゆる cfo と呼ばれる人です。で cfo ってのは、どこの企業に行ったってナンバーツーです。ね、ナンバーワンは c e o ですね。でナンバーツー、その人のいわゆる大番頭ンンなんだ cfo っつって、最高財務責任者。で、最高財務責任者ですよ。な乗るということは、その企業のナンバーツーです。普通の人は解釈します。諸外国では、なんで。それは。 営利組織である株式会社などは利益を計算する。まあ、言い方は利益の獲得を究極の目的としてるんだから、その利益を正確に測定し、なおかつ商売で活用するための資金を調達し、稼ぎ出したお金の有効活用を考える。これが経理部門の責任者ですから。でしょ。営利を目的とする組織である。以上、経理という部分が弱ければ絶対会社ってのは伸びないです。 だからどこの会社に行ったって経理部門というのは最重要一つの最重要部署の一つになる絶対的にでもさっきも言った通りお金を産まないじゃあどこの会社でもどうしてるかこれは要はね将来の機関要員になる人だけを正規職員で雇ってそれじゃない方々っていうのはもう派遣職で賄ってるんですでそらく今後 AI が進捗すれば派遣さんを頼むよりはそういった伝票処理等の作業はパソコンを通じて AI の進度によってそっちにやらせた方が安くなりますだそうすると一般経理職みたいな人たちの質はあ質というかもう数は減ります今後職域は減りますただ絶対言えますけどもですか絶対言えますけども幹部候補となるような人たちは絶対なくなりませんこれは僕ねうちの妻の金山回って税理士事務所やってますで中小企業なんか見るとよくわかる 中小企業の経営者の方々見るとよく分かるんですけど中小企業の、えー、経営者の方々ってねまあ当然ですけどよろず相談事みたいのを顧問税理士にまずするんですよ。でこれは全ての企業と確実的には言わないけども世の中ね今現在顧問弁護士を抱えてる会社ってそんなに数ないです。顧問の社社持っている会社ななんんかほとんどないですでも顧問税理士がない会社なんかいません。顧問税理士は絶対います どんな会社だってまあ自分の奥さんにやらせてるよっていうような会社もありますけどそういうところはもそもそも売り上げがちっちゃかったりするんである程度従業員さんを囲ったりもう3人でも5人でもいいですけど囲ったりしてそこそこの規模で商売やってる人は全部顧問税理士あります。でそうすると次のねクール次の会計機関でこういう設備投資をしたいんでこういう資金繰りを考えてるじゃあこれをどう思う先生相談してね まあ意見を求めてくるわけだけどその時にねもう本当に悩んでるって時もあるかもしれないけども大体そういう時自分の中でこういう方向性って決まってんの。で決まっててそれを後押ししてくれるような賛同者客観的な立場プロの立場から後押ししてくれるような賛同者が欲しいの。だいいじゃないですかその方針で。言ったらいいですよ何の問題もないと思いますよ言ってほしいんですよ。 でもそれだけでもい経営者ってのはやっぱり孤独ですからプロの目からそういう話がもらえるだけでありがたいと思うんですそれは AI には絶対できないことなの。でそれが別に顧問の税理士じゃなくたっていいんですよ社内の信頼できる幹部の人からこういうことをやりたいと思ってんだけどどう思うって言った時にこういう状況ですからこういうふうにやったらいいんじゃないですかそれを相談できるのが財務責任者であったりとか経理マンなんですね。 でそういった機関要因っていうのは今後絶対なくなりません、ね、人間が会社を経営する以上絶対ゼロにはならないえただ誰でも彼でもも彼経理職と名乗る事態は減りますでそうなってくると経理という分野で自分の存在感をアピールするためには何が必要か絶対的にこれはご自分のスキルを高めていかないといけないすなわち、まあ、純粋に僕はパソコンをいじってるのが好きなんだ入力業務が好きなんだっていう方もいらっしゃるでしょうけどもやっぱりね経理のプロってのはそういうもんじゃないね そこからどん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 スキルアップしていってもっと専門性の高いもっと付加価値の高い情報提供経営者の経営判断に役立つような情報提供っていうのはできるようにしていかないといけないそういったことを考えるとですね日商募金2級ってのはまず株式会社会計における株式会社における会計行為ねっ、まあ、今年度からもう産休から株式会社の話は基本的に勉強するようになった。じゃあその一歩上ね 基本的な部分は株式会社会計の基本的な部分は3級のところで勉強するけども少しレベルアップをしていただいてある程度専門性を持った勉強をしてもらうといういのは2級なんですで。そこで2級の知識を得ていただくことができればもともとね2級ってのは経営責任者程度、ね、あの具体的には CFO とかそこまではいかないんですけども経理係長さんとかその層になるための基礎的素養を認定しようっていうのが あ2級の伝統的なな位置づけなんですねでそういったものにまずなるだけの基礎的素養っていうものをそこで身につけていただくことができればそっから先はさらに上のランクのものを勉強して会計の専門知識を高めたっていいだろうし逆に言うと資格から離れて例えば経営学だったら経営学に興味があるんだったらそういった分野って大学に通ってみるとか大学まで行く必要はないかもしれないんでじゃあ公開講座とか今大学さん一生懸命やってるじゃないですか。 一般の方々でも有料で授業を受けられます無料で受けられますあるじゃないですかああいったものを僕の受講生さんもいっぱい使ってますよ。ね、でそういったものを使いながらそっちの分野でスキルアップを図るとかそうしていけば自分の居所居場所というのは見つかるんです。であのこれはどこの会社のどういう組織でももう間違いないと思いますけどね今までのように入ったら普通に暮らせればそれでいいと別に出世なんかしなくったっていいと。ですが いて何の問題も起こさずに言われたことをやってれば定年まで勤め上げられるそういう会社ってこの後もうどんどん減りますよ。ねえもうこれは僕の専門分野ではないけども一般常識論としててよく言われてま,す、えー、まあ今これ取ってるのが2019年、えー、3月ぐらいなんですけど4月から4月からこの国は大きく変わる2019年というのは、まあ、今確定してるものだけ含めたってね ものすごくみんなの働き方が変わるでしょまあ、そんなの僕なんか言わなくったって、皆さんご承知ですよね。四月になったら、もう事実上外国の移民がいっぱい入ってきますよ。ね、ね、外国の移民の方々いっぱい入ってきます。まあ、いろんな業務に携わる方々が増えてくるけども。まあ、これはそんなことは絶対政府は言わないですけど、あれ、何のためですかっつったら、もう人手不足なんっつうのは嘘ですかね。あれ。まあ、こんなこと言うと、あれですけど。 本当に人手が不足ししてていのかっ,て言ったらそうででもないでしょだって失業者ゼロじゃないゼロには世の中ならないですけどそこそこ失業率高いですから日本だって、まあ、諸外国のくればは低いですけどもでしょでそれなりに外人入れるそうなると、まあ、当然ですけども比較的今現在安い賃金でお仕事されてるような方々はもっと過渡競争にさらされますよ。ね、いや僕は違うというふうに言われるかもしれないけど外国の人たち 外国人労働者が入ってくるということは必ずしもそういうね過酷な労働現場だけに行くわけではないですからあわざわざ国を越えてまで来るわけですから彼ら腹くくってきますからね一生懸命勉強もするだろうしポテンシャルももともと高い人だっていっぱいいますそうすると今現在日本人がやってる仕事でもどんどん取ってからる可能性がある何が生じるかねえその過渡競争に負けてしまえばま自分は 上にに行なないって話になればですよ今度賃金水準自体下ががる可能性がありますよねななおかつもう残業はししいいけないでしょ、ねまあこれも僕もいろいろ思いがあるからあれだけど一律残業するんなって意味が分かんないまあまあこれはいいっていう人もいるから何とも言えないけどまあ僕に言わせればあらもうダメですよだって世の中仕事した人はいるんだもんいやそれで過労死したらしょうがないですけどもねえー、過労死なんかするまで 働かされちゃあまずいけどもまあ実際そういう例があったから一律規制になったんでしょうけどでもね本当に自分の判断自分の意思で残業したいって人もいるわけだけどあれもできなくなっからね。でしょでそうすると基礎給与が上がらない残業もできないじゃあどうすんですかって生活できないですよねじゃあ何すんの副業しろっちゅうんでしょでも皆さん普通に考えて夕方の5時まで5時半まで仕事した後にバイトしなさいきついですよ。 でそれが自分が楽しめるような仕事だったらいいですよ。でも自分の好きなもので好きなようにお金稼げる人って世の中一部ですからね。生活のためにバイトしなきゃいけない週2日ぐらいアゲンドだ。じゃあ何するの？仕事終わった後にコンビニで働くんですか？コンビニがダメだって言ってんじゃないでしょ。ダメなんじゃなくてあれきついですよあの仕事でしょ。でも世の中そうなってきますよ。やっぱり専門性がないと。 で,すかで今世の中そういうふうになるようになるようにシステム変わってると思いません別に僕は煽るつもりはないけども実際そうじゃない実際そういうことですよ。ねええー、そういうふうに残業規制だなんじゃかんじゃ動き始めたちょろちょろっとベースアップやれやれやれって政府は言うかもしれないけどベースアップがされたぐらいで生活なんか安定しませんよ。ねえ,ねえそうなってくるとねそっちの分野はねやれやれ、まあ、賃金ね最低賃金少し行き上がりました。 ね残業規制かけましたどうぞ私生活楽しんでください楽しめるだけのお金があればいいですけどえホワイトカラーエクゼンプションっていう制度も動くでしょあれは有能な人たちを上に引き上げてその方々は残業規制とか受けないあれは二極化のための政策です優秀な人は伸びますどんどんいい生活ができますえでもそれに当てはまらない人たちはえ仕事もさせないんですから残業規制かけることででしょ いやそんななりたくないいい,い,い食べていくだけでいい食べていくだけでいい本当にそうなりますよ本当にそうなりますよあの会社の中にもうびっくりするぐらい賃金格差が生まれてきますんでそうなっちゃってから後からもう上に行きたいなって言ってもそれは多分通用しなくなっちゃうと思う、ね、だからそうなる前にやっぱり会社がね必要とするようなあこの人分かってんな この人はスキルアップの努力をしてるんだなそういうところの評価が得られるような勉強ってのはやっぱり自分でやっていかないとこれからの時代は駄目だと思いますでそうなった時にさっきの話に戻るけど企業会計という分野は絶対にななくなりませんえただ誰でもできるものでもないですか 逆に言ってしまうと本当に失礼な言い方になってしまうかもしれないけども伝票入力等の基礎的な作業っていう部分はどんどんこれからいらなくなると思いますわざわざ正規社員でやる必要はありませんそれはもう派遣等でも賄える話なんです、ね、でそれに応えるだけのやっぱり素養があるかどうか当然採用する側企業の側からしたらその判断をしなきゃいけないんで客観的視聴は視覚ですよ で会計に関してはボケでしょね、やっぱりそこが一番分かりやすいじゃないですか私はこれだけ資格を取ってきましたそれだけ今の試験難しくなった試験でクリアするだけの努力をしてきましたそれはこの会社で自分のポジションをこういう立場で作りたいからなんだそのアピール材料ですよ工藤だけど日商ってのは経営者団体なんだからでしょでそういう意味からすればやっぱり2級とかっていうのがある意味 今後の制度変更の前提で申し上げれば会計分野に関してね少なくとも企業会計に関してベースではない一歩上をいったある程度専門性の高いところこれを学習してきましたよという証になるわけですから2級持ってるっていうのはやっぱり大きな強みになると思いますよ。だから普通のベーシックな3級等の株式会社の勉強ではなくてプラスアルファ1個上私はこの分野で自分でね 自分のポジションを作りたいと思ってるからだからワンランク上にしたんだ判断が自分で下せるような知識も持ちたいからワンランク上にしたんだということを堂々とアピールできるねそういう意味では2級の資格っていうのは勉強していただいて形にしていただくだけの意味はあると思います。ことですけどそういった専門性の高い方々に関して言えば経理という部署は今後縮小することはないし。 まあ端的な話ですこれ会計事務所なんかはねまあちょっと一般企業とは違いますけど今も空前のって言ってるぐらい人手不足なんです若い人が少ないんで人が欲しくてしょうがないただ会計事務所ですから税理士事務所とかですから素人は雇えないんですよでしょ簿記の知識も何もない人事務所来てもらったって困るんでだから当然のことながら大体会計事務所今人手不足だっていうのもありますけど2級ぐらいですね2級ぐらいの基礎的知識をまずクリアしておいてもらえれば ですか事務員さんとして入っていただいてお仕事を覚えていただきながらどんどんスキルアップの勉強もやってください。でスキルアップの勉強をしていただいて税理士やったら税理士、まあ、会計してもいいですけども極端な人それはそこまでいけばねえ事務員さんではなくパートナーとして事務所の共同パートナーとして今後仕事していきましょうよという立場が約束されますからそういったところまで見据えて、えー、先を考えることはできるようになる。 ねなら、その入り口がまず二級です。で、僕は、まあ、昔からよく我々の話だし,し、今でもそうだと思うんだけど。簿記の二級を一つ形に残すことができれば、少なくとも税理士ぐらいは頑張れると思います。あの、二級ってのは一つの判断シーンでね。多分、二級の勉強をやってる時にい。できるとかできない以前にね。楽しいか楽しくないかなんですよ。これ簿記って面白いじゃん。二級の勉強した時にわかる。二級の勉強した時に簿記って面白いじゃん。 あこういうことやってんだ世の中いうのが見えてくるからえそういうの見たときにあ面白いかもね、思える人は合ってますだから合ってるってことはやれるの勉強が。だって何だってそうでしょつまんねえこれ合わないっていうものをえそこから先のレベル高いものでやんなさい無理ですよ興味がないんだからでも簿記の二級とか勉強するとかあ世の中こういうことやってんだねいうのが見えてきてわ楽しいかもしれない。 今まで知らなかったけどあ確かにこんなことあったけどこういうことだったんだっいうのが分かるようになってくる部分が多いからそういうのが見えてきた時にあ楽しいかも僕きっと面白いかもって思える人は伸びます先にいけますだその一つの判断心にもなると思う。ね。だから僕は本当大げさな言い方になるかもしれないけど2級ぐらいの勉強を楽しんでやっていただける方は経理という仕事が皆さん方にとってある意味天職になると僕は思いますよ。自分の経験中を言いますもん僕もん僕ね 模擬の3級やっってんだけど正直すまんなかった、ね、である程度僕なんかパターン化して勉強した世代ではあるけどもでもそれでも2級面白かったもん。えあ世の中こうなってんだあこんな法律がこういうところに行きあだからそうなのいうのが結構あったからだから面白かったんですよできなかったけどね <laughs> あの。でも好きこそ何とかの上手なれじゃないけどさあのやっぱり好きだから勉強するんですよそうするとできるようになるのよ。 なるのなるの努力した人が勝つから最後は簿記なんか特にそうねなだからそういったところの一つの判断心にはなると思うんでまあ少しおもやま話的にはなってしまったんだけども先ほどねお話した通り、まあ、私ども講座設定であったり受講料さらには細かいね講義内容等について、まあ、まだまだご質問もあると思いますから。 ああ私今は総論的な話しかしていないので、まあ、そういった気になるところについてはね、えー、お電話いただくなりなんなりで、えー、疑問点解消して頂い,いてから、まあ、ご聴講いただく方を決めていただいた方がいいと思うんでそこはあのご遠慮なさらずにねお電話いただければと思いますでお名前とか名乗るのが嫌だとかえってあの電話かかってくるのが嫌だっていうことであれば、まあか,かんないかかんないと思いますけどあのそしたらもう別にいいじゃないですかあの名前言わなきゃ。 <laughs> ねあのまあ、それも大人としてはどうかでもまあまあでもいいじゃないちょっと返信は嫌なんでちょっとだけ教えてくれって,ってね電話していただいて言っていただいても別にいいですし、ねでまあ、聞きたいこと、ねえー、資格等について聞きたいこと確認したいことがあればそこはどんどん言っていただければいいと思いますんで、ねまあ、あ各地の本校等でも受講相談随時行っていますから、ねえー、そういったものをご活用いただきながらぜひ前向きに、ね、ご検討いただければと思います。はい えー少々長くなりましたけども、以上をもちまして本日の2級ガイダンスは終了となります。皆さん長い間ね、お付き合いいただきましてありがとうございました。まあ僕の講義の方でえお会いできることを楽しみにしておりますんで、まああとは僕大体新宿港ってところで、まあ毎日いるわけじゃないんですけど、新宿エルタワーっていうところでね、税理士の塾やってますから、まあ日曜日とかだったら僕いますんで。 まあ非常にピンポイントではございますけどもまあ、そんな時に事前にご連絡いただければご相談させていただくこともできるんでねあ,あぜひぜひそんなところも活用しながらあ,あ前向きにねご検討いただければと思います、はい、以上で本日のガイダンスは終了です皆さんお疲れ様でございました